どこの組のやつだ。あ、島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺はカズキを探してるだけだ。どの組の人間でもない。ざけんなよ俺。一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって黒刀マンだろうが。否定はできない。何企んであがる。否定はできないぞ、キリュウちゃん。カズキさんに何しよってんだ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。やめんなよこれ。ヤクザって言えば何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくともカズキさんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザにカズキさんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえやつだな。聞いてくれよ。うるせえ。俺はこの店命かけて守るんだ。なんだこいつ。店の前通っただけじゃんね。やんの、ね、やめてやるぜ。スターダストの男。でもホストなんですよね。能力強化について、はいはい。まあ、殴る。俺、酔ってるけど大丈夫かな。ちょっと、たこ焼きとハイボール引っ掛けてきたんですけど。いや、強強強、危な、あぶね。うわぁ、おらおら、よいしょ。オーケー、いいですよ。いって、いって、いって、いって。この狭さでドロップキック。この狭さでドロップキック仕掛けてきた。やべ、なんか拾えるやつ。拾える、なんだ、夜間があるぞ。夜間がある。いって、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 ちょっと待って、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 待って。やかんで殴れ。いてててててて。あ、なんだ、まる、あ、間違えた。あ、いてボタン間違えました。やばい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 、パイロだ。パイロを拾え。道具で戦うぞ。いた。キリュウちゃん頑張って。くそ。うわぁ、なんだ、いいねぇ。強ぇ。このホスト強ぇぞ。いてて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 。危ない危ない危ない。お、ヒートアクションが溜まった。ヒートアクションが溜まった。これで拾って、ちょっと待ってね。拾って、これで押せばヒートアクションが決めれる。いや、うわぁ、ボタン押し間違えた。ごめん。まあ、倒したからいいか。何やってんだお前。すいません、カズキさん。このヤクザが。あなたがカズキさんですか。道島のキリュウさんですか。はあ、失礼しました。風間さんから伺ってます。ですよね、なんか話を通してるみたいな言ってましたよね。ゆうやくん、ねえ、ゆうやくん一言謝るのが先じゃないかな。ねえ、ホストクラブだわ。俺初めて中に入ります。こんな感じなの、ホストクラブって。すげえ。ホストクラブってこうなってんの。ねえ、めちゃくちゃすごいんですけど。そりゃお金かかるよ。どうも、話せます。中2階のお席でお待ちください。すぐに和樹さんが伺いますので。風間のおやっさんは、こんなところで、何してんの。おやっさんに会えるわけじゃないのかな。俺らこの店のホストはみんな和樹さんにお世話になってるんです。めちゃくちゃ偉い人だな。なんかね、ゆうや曰く、ヤクザに頼らなくて、のし上がってきたみたいな言ってましたけど。うわぁ。こりゃ、別世界ですね。あ、いた！すいませんでした！俺、てっきり。いや、俺のミスだ。本当に、なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとは、どんな関係なんだ？ですよね。ゆうや、外してくれるか。はい。まあ、謝ってくれたから、許そう。風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。見かじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。
そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。あら、大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやさんは、まあ、破門されたもんな。先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか。ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何？昨日の深夜のことです。幹部どころじゃねえ。わからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ。わかりません。ですが堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。あ、誰だ。それは俺。オーナー出さんかい。なんだよなんだい、この街はね、静かになる時はないのかいね。もしかして裏切ったやつって錦くんじゃねえだろうな。なんだよなんだよ。なんですか、今大事な話してるんです。ヤクザ、またヤクザ。ゆうや、ゆうややれやれ、ゆうや。すみません、騒がせちゃって。なんとかして追い払いますからすみません、桐生さん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。やめろ、見かじめせびりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。まいったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。言うや。クソやと。おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜクソイカだ。なめんのクソガキ。あれ、キリュウちゃんキリュウちゃんが先に手出しちゃった。カズキ、ユウヤってやつの言う通りだ。かっこいい。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、偽ごとぶっ潰せ多いな暴力沙汰が多いぞね島の組って、あの真島の兄さんがいるところですよね。ヤクザすぎるってヤクザすぎる、ヤクザすぎるうわうわあれ、カズキくんも戦ってくれてる。ユウヤはいる？ユウヤ、ユウヤどこ？あれ、ユウヤ？声だけ、あ、いた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 。ユウヤいた。ちょっと待ってくれ。何か、あ、なんか落ちてるぞ。あ、タフネス Z。栄養ドリンクを拾いました。これ、お店の中のものですよね。いいの？いで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 、くそ、この野郎。や、夕夜戦で体力を使いすぎているランプおら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 うわー、いてーやめてやめて、死んじゃう死んじゃう死んじゃうから死んじゃうから店の備品だからお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 らちょっと待って、なんか刃物持ってるやついないね剣持ってるやついたよね。あぶねあぶね、大丈夫か、カズキくん。いてていてて、これやろう、やってくれるな。おら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 とどめを刺しましたと。いいな、いろんなヒートアクションがあるな、こういうの見ていきたいな。いろんな暴力パターンが用意されてますね、このゲームは。おら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 
いや、こいつ強いな。こいつ強いですね。体力が高い。高橋。高橋は強い。ちょっと待って。高橋は頭回しだ。ゆうや、頑張れ。お、なんだ、え、なに、うわ、いや、コンビネーション技だ、ゆうやとの。やったな。ハイタッチ、ハイタッチ、ハイタッチ。お、残すは高橋と斧だけだ。お前ちょっと刃物持ってんだよ。まあ、危ない、危なかったぜ。その刃物くれ。無理か、刃物持てないか。じゃあまああとは見とくか。カズキと高橋の戦いを。やられてるじゃんね。頑張ってくれ。おら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 、3対1、3対1。あああああああ、うわわ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 、ボコボコだ、ボコボコだ。見て見て、俺体力やばい、危ない危ない、危なかった、体力危なかった。ちょっと待ってくれ、テーブルを持ってと。お前よ。終わった。はい、人が一人死にましたと。何それは。思い出した、あんた道島の組長を殺して無所行った。いや、まあそうなんだけど違うんですよ。これは島野の親父に最高の土産ができたわ。チェさん、チャカじゃん、ダメだよそれ。え、シンジ、あのおじじ、おじじ、出世してる。何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次はねえぞ。シンジ、あんなに可愛かったシンジが。お久しぶりです。ああ出世したようだな、シンジ。おじき、出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ錦山さんなんです。おらね、錦だと。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ。兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやっさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。シンジ、おやっさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が。おやっさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。東上会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ、まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。信じ、シンジ、シンジと錦、ボブ宇都宮についてはいいのよ。今ボブ宇都宮についてはいいから。うわ久しぶりだな、シンジ。ちょっと待って、払いて。体力少ねえから払いて。シンジ、ちょっとお金貸してくれ、シンジ。何も言わずにまた俺にお金を貸してくれ。立派になったな。10年ぶりのシャバだったのに、早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、さすが兄貴。バカ言え。俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。命狙われてんだけどね。本当ですか。兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか。ギク。最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった。
おかげで模範囚になり10年で仮出所だ。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロとは。ま、そんなところも兄貴らしいですね。全然おかわりなくて安心しましたよ。変わってないか。あれ、どうかしました？実はここに来る前、ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな。マジマンの兄さんね。自分でも技の衰えを実感していたところだったんだ。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、登場会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。まあそうだよな。正直何が起こるかわからないですから。え？できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。もう準備はできましたか？え、ちょっと待ってくれ。回復アイテムとかってことだろう、おそらく。ああ、もうちょっと待ってて、シンジ。そうですか。ごめんね。では準備ができたらまた声をかけてください。オッケー。シンジで、シンジで、ね、回復アイテム持ってないね、シンジ。で、あなたがカズキくんですね。さすが風間さんが見込まれた方ですね。本当に助かりました。ありがとうございます。いやー、俺はすっきりしました。これでしばらくはうちの店も平和です。なんかゆうやくんアホそうだね、君ね。銀だこ銀だこを食わさせてくれ、腹や。お腹ナイフで刺されたんです。で、銀だこ食べさせて。いらっしゃいませ。これで回復するのかな。思いっきりやられましたけどね。じゃあ今回はプレモルをいただいて、どうしようかな、たこ焼きは。もう食べ終わったやつは炭マークがつくんだ。じゃあ、てりたま、アボガド、コクうまチーズペッパー。あー、体力満タンになるぞ、これで。いただきますと。うめえ。あー、うまい。あー、うまい。あー、うまい。ありがとうございました。体力全開だ。うわ、走れるぞ。銀だこ食べたら傷が治りました。すげえ銀だこ。あ、ダメだ、体力がね。10年ぶりのシャバだから体力がね。ちょっとそこ、え、何？町のギャング、え、何？何もしてないよ俺。なんで俺喧嘩売られてんのね。なんかこうやって街中の普通のやつらも戦わないといけないんだ。絡まれました。拾って、おら、ごめん知らない人。君たちが絡んでくるからだよね。ねえ、本当に良くないから絡んでこないで。街中の人たち。見逃してじゃないのよね。俺が絡まれた方なんだって。勘弁してください。いや、勘弁してくださいとかじゃなくて、お金もらっちゃったけど俺。これカツアゲですよね。ダメですよ桐生ちゃん、カツアゲは犯罪ですよね。うわ、もうヤクザ。すごいエンカウントするじゃんね。ほらほらほら、いい服着てるなぁ。しましまスーツかわいいなぁ。ほらよ、ほら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 。うわ、うわ、うわ。いてぇ。ごめんな。ごめんな。ほらよ。下コンクリだから。ね、下コンクリだから。すまなかった。お金ありがとうございます。こうやって稼ぐんだ。このゲームは、こうやってお金を稼ぐようです、どうやら。ヤクザすぎるって。
お金の稼ぎ方ヤクザすぎるのよ。よっしゃー、準備万端だぜ、シンジ。見てくれ、この所持金を。栄養ドリンク5本と、寿司15個。寿司15個持ってきました。シンジ。これで準備万端だぜ。行こう。もう、準備はできましたか？バッチシでございます。ああ、大丈夫だ。寿司15個あるからな。じゃあ、少し明日のことを打ち合わせましょう。明日だった！やば！明日のことだった！お寿司大丈夫かな？1996年、風間組事務所？本当ですか？柏木さん！過去か。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら、別におかしな話じゃないだろ。でも、まさか、俺が、自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。え、めちゃくちゃ元気にしてるじゃん。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。おやすさんが、親父もそれだけお前には期待してるっていうことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか？あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の？そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくして、あいつを迎えてやれ。はい。俺、桐生のためにも頑張ります。おいおいおい、この錦山君はどこに行っちまったんだ。何があったんだ、第三章。喧嘩葬儀。絶対ダメだから。お葬式で喧嘩なんてしちゃ。お、親父、すんません。それで、そいつはほんまにあいつやったんか。へえ、間違いありまへん。そうか、桐生、帰ってきよったか。え、うわっ。動くかな。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか。ええ、そりゃもう。そうかそうか。ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ええ。絆創膏？いやー！ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。いやー！ヤクザすぎるってやね。ヤクザすぎるって。いや。島の組の人たちですよね。あのスターダストに乗り込んできてた。いいですか、これが東上会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやすさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから。正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ。いける？そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。いける？キレイさん、あなた結構な有名人じゃないの？この登場会の中において。シンジと合流しなければ、とにかく身元がバレないように慎重に行動するしかない。シンジと会え。
バレるってこれ。いけるこれ。ねえ。まあでも登場会ってそんなにでかい組織なんのか。裏口了解です。どうもー、こんにちはまあそうですよね、三代目会長。何か言おうか？さっき噂で聞いたんだがな、堂島の親父を殺した桐生がこの葬儀場に紛れ込んでるらしいぞ。だからこの会場も警戒態勢が敷かれてるようだぜ。もう、噂が回ってるやばいじゃんね。大丈夫かな？これは変なことを聞かれてしまったようだ。いや、別に。あんたは登場会の人かい？あ、いや、違うよ。俺は直系の組織のもんでね。正直今回のことで毎日生きた心地がしないですわ。一体、なんで？いやね、今の登場会は世良会長がいたからうまく統制が取れていたんですよ。大きな頭を失ったことで、島野の親分さんや錦山の若造が暴れ出すのは目に見えています。まあ、風間の親分が立ってくれたら綺麗に収まりがつくのかもしれませんが、ぶっちゃけ、俺ら直系の弱小組織は組の存続のことで頭がいっぱいなんです。まあ、登場会はどうなってしまうんだ。まあ、一番トップがね、殺されたわけですから。いける？葬式に紛れ込んで組を狙おうとしてる奴がいるかもしれん。だからこうして俺たちが見回りしているんだ。全部教えてくれた。すいません、通りまーす。お前、あんまり見ねえ顔だが何をそんなに急いでるんだ？怪しいな。おい、こいつを叩き出せ！叩き出せ！ダメだった？今度は慎重に行かないとな。一回目でダメだろ。じゃあなんか、キョロキョロしてる人の前に立っちゃダメなんだ。受付は奥だぞ。ん？やべ、堂島組だ！お前、怪しいな。おい、こいつを叩き出せ！慎重にね、慎重に。よし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 。これで、見つからないように、ここ！おっしゃいけた？あ、うわ、まだいるじゃん！こっち側じゃないの？これいける？お邪魔しまーす。お前、どっかで見た顔だな。どこのものだ。やばどうした？答えられないわけでもあるのか？怪しい奴はこっから先はいけねえよ。帰ってもらおうか。今の場所いける？よし、向こう向いた。今いけるんじゃないか？で、隅っこまで来て、危ねえ、危ねえ、危ねえ。こっち、行けるか？危ねえ。この人は大丈夫？話せる？よかった、よかった、よかった。おい、失礼。お客人、世良会長のお知り合いの方ですか？そうだ、そうだが。わしは中部の方で組み合っとるものですが、この度はご愁傷様で。本当に登場会は大きな柱を失った。この先誰が後目を告げるというのか。あなたは誰がいいとお考えかな？まあ、風間のおやすさんですよね。ちょっと錦くんは怪しいからな。わしもその通りやと思います。だが、風間の大親分が素直に了承するとは思えんのだが。なんでだろう。あんまり上には立ちたくない人なのか？わ、入れた、入れた、やっ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 た。受付はここですか？世良会長、本当に残念だったな。それにしても、本部の警備体制は半端じゃないな。いや、結構すんなり来れましたよ。どうも、こんにちは。本日はお忙しいところ、誠にありがとうございます。あ、いえいえ、どうも。こちらにお名前をご記入ください。え？名前を書くのか。やっぱ偽名でごまかすしかないよな。桐生一馬って名前知ってるますよね。まあ、偽名で行くか。いける？なんて書くんだろう。どうだ？これでいいのか。いけた？はい。ありがとうございます。すいませんが、どちらの組の方でしょうか？やべ！昔堂島組にいました。昔。堂島組にいた。大丈夫かな？そうなんですか。堂島の親父も10年前に桐生っていう男に殺されちまいましたからね。ギクで今度は世良会長も死んでしまうなんて。私は
誰かが裏で糸引いてるんじゃないかって思ってるんですけどね。そんなこと言って大丈夫？間もなく告別式が始まるので、会場内でお待ちください。了解です。名前は、ごまかしたんだ。やった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 。どこでシンジと待ち合わせって言ってたっけ？裏のどっかでしたよね。こっちか。いや、でもこの先は、そこで待ち合わせじゃなかったか？でも、いるなぁ。どうしよう。中に入っちゃっていいんだろうか。お邪魔しまーす。入るってボタンがある。いける？嘘？いけちゃった？あ、どうもー。絶対ダメだろ、これ。まずいな、まずいな。どうした、どうした？ん？葬儀屋の方。後で絶対に始末書を書かされるな。なんかやらかしました？葬儀のバイトでここに来てるんですが、喪章をどっかに落としてしまって。え？あれがないと裏口に入れないんですよ。はぁ、どうしよう。確か、外の受付の近くで落としたみたいなんだけどな。なるほど。これを拾うんだ。それで俺のものにするんだ。おい。あ、ごめんなさい。受付の近く、あったったった、これだ。何か落ちているな。これでしょう、腕章。喪章か。を手に入れた。葬儀関係者の喪章か。これをつければ、裏口に入ることができると。関係者として潜入できそうだな。やば！私がなくした喪章。やべ！見つけてくれたんですね。あ。ありがとうございます。助かった。喪章取られた。くそいけるかと思ったんだが、せっかく裏に入るチャンスだったのに、他に入る手段がないか探し回ろう。ん？あれはさっきの喪章をなくした葬儀屋？しかしマネージャー、喪章は探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの喪章は大事だと言っただろう、君。怒られてる。しかも似たようなミスを、今まで何度もしているじゃないか。あ？あら。そうですか。わかりましたよ。こんな仕事、こっちからやめてやりますよ。わ、ちょっと待って。喪章だけくれ。あ、おい。ああ、追っかけていきましょうか。この人とも話せるか。ったく、最近の若いやつは。そんな、言うほど若かったか？いや、ダメだ。俺も見た目で人を判断しちゃってる。どこ行った？この人じゃない。どこだ？申し遅れ、俺に。あ、いた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 。この人でしょ。タバコ吸ってる。さっき喪章を探してくれた人ですね。ありがとうございました。いえいえ。何やら、上司と揉めていたようだが。見てたんですか。実は喪章をなくしたことがバレちゃいまして。減給とか処分されそうだったんで、こっちからやめちゃいました。いいですね。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。そう、嫌なことがあったらやめりゃいいんですよ。せっかく探してもらった喪章ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。漁らないといけないのか。じゃあ私はこれで帰ります。あと君何歳？ねえ、君ちょっと何歳かだけちょっと教えてくれ。あったあったあった、これだこれだ。これでポケットティッシュかい。持ち物がいっぱい。くそ。まあ、ポケットティッシュをアイテムボックスに、あ、送れるんだ。今ちょっとね、寿司でいっぱんぱんだから、俺。ゴミ箱、どこのゴミ箱だ？他にありましたっけ？こっちとかにも。あった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 。こっちだ、こっちだ。喪章だ。さっきの、葬儀屋が捨てていたものだな。よしよし。これで、この裏口から入れるんじゃねえか？どうもー。おう、葬儀関係者が。そろそろ葬儀が始まるから、準備してくれ。よし、いけら。どうも、お邪魔しまーす。いける？よっしゃー、入れたー。ここで、大丈夫か？シンジか？ん？ちょっと、顔貸してもらおうかい。え？関西の五代目、近江連合の本部長、寺田をバックに、錦山さんはずっと、独立の算段してたんです。近江連合。のバッジだ。
関西のヤクザさんですよね。なんで俺呼び出し食らったの？あ、でもシンジが正面から堂々とあの堂島の桐生はバレてる。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。え、錦か。めちゃくちゃでかい恩があるはずだぞ。しかももともとね、兄弟だし、言っていきなり手出してくるじゃん。なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。やったな、先に手出したのそっちだからな。俺は寿司15個持ってんだぞ。